ビるんじゃねえぞ。さて、なめんなよ。よし、行くぞ。怖いの。さて、私の番。来いよ。行くぞ。ほら、これで。待ってこい。私の番です。してみろ。出ると思ってる。あ、それでもやらないか。ほら、上がってきた。俺の番。さて、なめんなよ。なめないでくれ。さて、いけ。私が相手で。よし、行くぞ。いねえ。ほら、来いよ。絶対負けない。よし。私の番です。俺の番。痛い目に遭っちゃう。俺の番だな。大勝利ってか。なんか文句あんのか。ぶっ殺してやるよ。さて、舐めないでくれ。ほら来いよ。
の番ね。よし。さて、なめんなよ。どうした？痛めつけてやるよ。よし、行くぞ。私が相手で。私の番です。もっと待って、本気でやってん。これだ、私の番です。ほら来いよ。俺の番だな。かかってきなさい。俺の番。大したいことだったぜ。懐かしい。おい、てめえ、引っ込んぞ。ぶっ殺してやがる。ちょっと黙え。さて、舐めないでくれ。してみろ。やめんよ。よし、行くぞ。ほら、ほら、ほら、来いよ。やめろ。やめないでください。
番だな。ユミコさんさ、いい加減引退するか、この店出てってくんないかな。なんでしほちゃんにそんなこと言われないといけないんですか。ん？女王様が取り囲まれている。だってもういい年でしょ、指名も減ってきてるっていうしさ。あとはナンバーワンの私に任せて引退しなよ。でも今でも私に会いに来てくれるお客様だっていらっしゃいます。その人たちのためにも。いやいや、最近全然客ついてないじゃん。うち結構いい店なのに、おばさんがいるせいで格が下がる感じなのよね。つうわけであとは私ら若い子に任せてさ、さっさとやめちゃいなよ。おさ、うん。ぶっちゃけおばさんになってまでムチ振っておっさん踏みつけるとか嫌でしょ。私はこの仕事に誇りを持っています。少なくなっても会いに来てくださる方には誠心誠意対応しますし、嫌だなんて思ったことはありません。んな話してんじゃねえんだよ。目障りだから出てけっつってんの、わかる？何よその目。なんなら今人前に出られない顔にしてやろうか。ちょっと待ちな。え？こんなとこで何騒いでんだよ。やかましいったらねえぞ。それとちょっと聞こえてきたが、この店の格を落としてんのはそこの女王様じゃなくておめえらの方だぜ。ああ、何このおっさん、ユミコさんの客？盗み聞きとかマジ最悪。
あんだけでかい声で騒いでりゃ嫌でも耳に入るさ。それに俺は客じゃねえ、ただの通りすがりだ。なら部外者は引っ込んでな。通りすがりのおっさんにどうこう言われる筋合いはねえよ。もういいよ、行こうみんな。え、でも志保まだ話が。なんか冷めちゃったし。それに私にも考えがあるから。それじゃあまたね、由美子おばさん。ったく、大丈夫だったか。はい、ありがとうございました。どこの世界にも足の引っ張り合いはあるんだな。女王様ってのも大変だ。
すみませんでした。すみませんでした。私の番です。ほら来いよ。いいね。この映画面白かったよ。まさか手帳が伏線に。おいおい待て待て。え？それ後で見ようと思ってたんだ。ネタバレは許さねえぞ。足立さんそういうの苦手なのか。足りねえだろ。純粋な気持ちで見られなくなる。ラスト5分のどんでん返しにあなたは絶対騙されるとか、そんな宣伝文句すら俺は嫌なんだ。なんでだよ。何も知らない状態でどんでん返しを食らわねえとつまらねえだろ。知ってたら身構えちまって素直に見られねえや。足立さん純粋なのね。だったら公開初日に見に行きなよ。もう、もうラウラウちゃは？え、何？あ、合言葉を間違え。冷やかしなら帰。もう、ラウチャウチャウ。お前それをどこで。いや、知り合いから聞いてな。分かった。
外で待っていてくれ。わかった。ん？なんだ？お前ら。あんたをチャウさんに会わせていい人間か、試させてもらう。悪いが、決まりなんてな。ちん、やっぱり一筋縄ではいかねえか。さあ、あんたの腕前、見せてみろよ。出してんじゃねえ。軽くひねってあげましょう。私の番ですね。してみろ。あすみません。よし、行くぞ。嫌がれ。私が相手だ。ゼロ。俺の番。よし。やめんな。なめんなよ。痛い目に合わせますよ。強い。降格だ、客人。あんたが伝説の裏武器や。喧嘩橋近くの川沿いで待っている。お礼に用があるならそこに来い。悪かったな、お客さん。こういう決まりなんだよ。気にすんな。伝説の裏武器屋に会うんだ。それくらい覚悟してたさ。またこっちの店も通わせてもらうからよ。あんたならいつでも歓迎するぜ。私の番ですね。ほら来いよ。よっしゃ、行くぞ。おい、ほら、俺の番。私の番です。してみろ。
番だ。ナイスファイト、勝ったな。またね。私の番です。私の番です。よっしゃ、これでな。まあ、本気でやってんやん。してみろ、ほら。さて。よし、行くぞ。こいつで問題ねえぜ。さて。
そういえば足立さんって休みの日何やったんだろう。そうだな、その寝つきが気に入ってやつ、私の番ですね。なめんなよ。俺の番だな。俺の番。私の番ね。いいね。パスが俺の番。あいつ。なめないでくれる？くらい。なっちゃったね。そういえば足立さんって休みの日何やってんだ。そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。
ベランダにちいちゃい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない？見れよ。楽にしたまえ。さーて、きねえ。ほら来いよ。よし、行くぞ。ほら、まだ。さーて、退屈の野郎だ。痛い目に合わせますよ。私の番です。俺の番だな。絶対負けない。俺の番。態度でかいね。行く。私の番ね。2回目に合わせますよ。さて。敵に行くぞ。また強くなっちまったか。そういえば足立さんって休みの日何やってんだ？そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。ベランダにちいちゃい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？え？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くね。時間未練は残して。やるね。私の番ですね。舐めないでくれる。勝てると思ってる。舐めない。うわ、出てよ。まこっち見ろ。行くぞ。私が相手で。ほら、退屈な野郎だ。俺の番ね。行くぞ。俺の番だな。私の番ね。私の番です。遊んでくんないか。そういえば足立さんって休みの日何やってんだ？そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。ベランダにちいちゃい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？え？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない？時間やお金がかかるだけにしか思えないんだよね。自分で育てて収穫することに意義があるのよね、足立さん。確かに買った方が楽だな。俺は今まで無駄な時間を。足立さん、流されないで。ちゃんと育ててあげて。そういう蝶は趣味なんなんだよ。俺盆栽だけど。こいつ、どちらまで行かれ。それでは出発いたします。Yeah!
らっしゃいませ。ありがとうございました。川に飛ぶってのは結構な勇気だよな。飛び込む人がいるのですか？何のために？野球やサッカーで勝ったりするとテンションが上がってドボーンといっちまうやつがいるんだ。飛び込んだ後は救急車とか呼ばれて結構大変らしいぜ。勇気というより無謀ね。テンションが上がって川へ飛び病院へ搬送される。全くわかりません。まあ、あんたとは真逆の人間も世の中にはいるってこったな。Yeah.